はい、亀ついでにこれも、はい、亀ちゃんのリクガメですよ。これはロシアリクガメです。今ちょっと様子がおかしいんで、首出そうか出すまいかとして迷ってますね。今日は久しぶりに太陽が出てますんで、日光浴をさせてやろうと思います。ここのところ雨続きでですね、日光浴が少ないからやや元気がないかな。はい、これここに巣に戻して、これさっき野菜食べてましたけどね、今日の餌は野菜とリンゴと人参とブドウといろいろ入ってますよ。あとこれにですね、ゼリーなんかを時々やってますけどね、まあゼリー、ちっちゃいゼリーのプラスチックに入ってるんですけどね、3分の1ぐらいは食べてましたね。毎日はやらなくていいと思いますけどね、時々やったら食べます。バナナもいいけど、すぐね、ドロドロになって腐ったようになりますんでね、もうあまり今はやってないです。あと亀のリクガメの餌っていうのがあるんですけどね、硬い小さな玉が赤白黄色みたいな感じであるんですけど、それもねあんまり食べないからね、栄養があると思うんだけど、水に濡らしてやって、なんだかんだって少しずつ食べさせてます。